神社は、大阪府堺市二区総部にある神社。式内社で、旧社格は孫社。彦座王、神武天皇、道の御命を主催神とする。彦座命は、草株主史の祖神である。草株主史はこの一帯を拠点としていた豪族で、一族には、浦島太郎もいたという。当社は、明治時代に鶴田村尾あざ総部あざわのうちにあった、日武神社。 道座寺山の八坂神社、大和、原田の熊野神社、大和上の菅原神社を合祀したもので、社名と主催神は、式内社である、旧日部神社のものを採用している。他に、旧八坂神社の須佐能の村、旧熊野神社の伊沢並の村、旧菅原神社の菅原道真を合わせ祭る。日部神社の創建の由緒は不詳であるが、神武天皇が統制の際に上陸し、 長須根彦と最初の戦いをした、草加の多月はこの一帯であると、古事記伝に記されている。明治44年に、八坂神社、熊野神社、菅原神社が日武神社に合祀され、旧八坂神社の社地に遷座した。社地及び本殿、神門は旧八坂神社のものである。本殿前の石道路に制作日の記録として、 昭平24年渦木8日と掘られていることから、本殿は南北朝時代から室町時代にかけての建造とみられ、本殿、石道路は大正6年重要文化財に指定された。泉名所図第2巻によれば、これは南北朝時代を代表する名称、楠木正則のり信によるものと言われる。本殿のカエル股には様々な彫刻が施されてある。 拝殿は旧菅原神社のものを移築したものである。日部神社の旧社地は現在地の南300メートルのところで、道の海命が埋葬されていると伝えられる小山古墳の側にある。千座後の旧社地は大正初年に民間に開脚され、現在は住宅地となっている。ありがとうございます。